こんにちは、ワインブックスの前部です。いつもご視聴ありがとうございます。今回のテーマはセパージュです。このセパージュはワイン用語でブドウ品種のことを指しています。また簡単なことを難しく言っちゃってって思いましたでしょう。まあそうでもあるんですけれども、実際にはこのセパージュというキーワードはワイン業界ではかなり味わい深いものがあるんですよね。このチャンネルの視聴者様であればブドウ品種がワインの品質に大きく影響を与えることはご存知ですよね。ただしよくよく考えてみると、人気のブドウ品種って、ピノノワール、カベルネソーヴィニオン、シャルドネソーヴィニオンブラン、この4つくらいですよね。それだったらいっそのことどこの産地もこの4つに絞った方が儲かるんじゃないかと思う人もいるかもしれないですよね。この考えは随分な極論にも見えるかもしれませんが、ではコンビニワインを見てみましょう。おそらくあなたのお近くのコンビニエンスストアであったとしても、棚に並ぶワインの8割方はこれらの品種であるはずです。それだけ人気の品種には偏りがあるし、これがマーケットの回答なのかもしれないですよね。ただしそうもいかないのがワインの難しさと面白さでもあります。今回はそうもいかないポイントに絞ってセパージュ、ブドウ品種を見てみましょう。ぜひ最後までお付き合いください。それでは早速いってみましょう。それではセパージュを検討する前に、ここを押さえると分かりやすいよというところを紹介しますね。ワインの産地は本当にざっくりと分けると、伝統国とニューワールドの2つに分けることができます。伝統国とはヨーロッパの各地のことですよね。フランスとかイタリア、ドイツやスペインなどの国々のことで、もちろんこれ以外の国も伝統国と呼びますよ。これらの国はそれこそ何百年も前からワイン作りが行われています。もちろん地域にもよりますが、ヨーロッパは水質があまり良くないんですよね。だからお水よりも一種のろ過の作用を得たようなワインの方が衛生面では信頼があったのかもしれません。だから今よりも昔の方がワインの消費量は断然多かったし、おそらく水代わりに、あるいは水と割ってワインはガブガブ飲まれていたのでしょう。ではもう一方のニューワールドとはどのような国でしょうか。これはアメリカだったり、オーストラリアだったり、チリやニュージーランドなどの第二次世界大戦以降に急拡大をしたワイン産地のことを指しています。これを捉えた上でセパージュを検討してみると案外面白いかもしれないですね。ではセパージュのそうもいかないポイントの一つ目が伝統と文化です。先ほど儲かるブドウに植え替えたらいいのにと申し上げましたが、伝統と文化を検討するとなかなかそうもいかないんですよね。例えばこれは分かりやすい例ですよね。ブルゴーニュワインですと、良いワインとは畑の個性を忠実に反映するという不文律があります。だからブドウ品種には品種そのものに強烈な個性があってはダメなんですよ。味わいも香りもどれも高品質ではあるけれども、強烈な個性があってはダメで、どれもバランスの取れた品種、これ一つに絞る必要があったのです。それがシャルドネとピノノワールです。ではもう一方の名城地のボルドーはどうでしょうか。ボルドーは早くから港湾流通で栄えましたから、輸出向けのワインで発展をしたんですよね。すると当然ワインは大量に作る必要がありますから、先鋭化した個性よりも安定した生産が優先されるということになりますよね。こうなってくると一つの品種に絞るのはリスクの方が大きくなってしまうんですよ。ここまでは分かりやすい対比ではありますが、これは何もボルドーとブルゴーニュだけではありません。山あいに住んでいる人、海沿いに住んでいる人、これらは生活様式や食生活に違いがあって当然ですよね。だからこれに合わせてブドウ品種を変え、ワインも文化や伝統に合わせて変えていった。その結果品種セパージュは無数に膨れ上がったということになります。ではセパージュのそうもいかないポイントの2つ目が産地の環境です。これは分かりやすいのは土壌と天候ですよね。ブドウって気難しいブドウもあればおおらかなブドウもあります。環境を選ぶ品種もあれば比較的どんな環境でもじゃんじゃん育つようなブドウ品種もあります。ここでは分かりやすい例としてシャンパーニュを挙げてみましょう。シャンパーニュはシャンパンでご存知のあれなんですけれども、シャンパーニュ手法はブドウ栽培の北限とされています。実際には温暖化によって現在はそうでもないのですが、この栽培の限界地点のことを栽培限界と呼んでいます。栽培限界なんですから、ちょっとした天候不順でブドウが育たないなんてこともありえますよね。ではこういうリスクに対抗するにはどうすればいいのでしょうか。一番は交配品種の開発ですよね。科学の力で寒さに強い品種を作ってしまえば手っ取り早いという考えもあります。そしてもう一つが複数の品種を植えるということが挙げられます。複数の品種を植えることによって A はダメだったけど B は良かったねということになるわけです。だからシャンパニュ手法は複数の品種をそれぞれに作るのではなく、品種も産地もそれから収穫年もブレンドすることによって品質を一定化安定化させているのです。ここまででもうお分かりですよね。つまり伝統国ではブドウの選択は人の生活文化に根付いているため、そう簡単に切り離すことはできないということなのです。では少し戻りまして、ニューワールドのワインを見てみましょう。ニューワールドのワインはコンビニに並んでいますよね。これらはほとんど全てブドウ品種、つまりセパージュを記載していますから、なんともマーケット優先的な品種選択に移りますよね。これらのニューワールドと呼ばれる国は第二次世界大戦以降、
伝統国の伝統や実績を見習う形で拡大をします。だからどこがこの品種に合う産地か、どこだったらこの品種が栽培可能か、ここから検討することができたんですよ。伝統国はそれこそ何百年も前からワイン作りをしていますよね。何百年前は当然流通は今のようにはいきませんから、その地方のワインはその地方で飲まれていたはずです。ところが時は進むことによって船も車も飛行機もありますから、生産者からしてみたら世界中のお客様がターゲットになるということになります。こうできるんだったらそりゃ最初から売れる品種を得ますよね。つまりセパージュに対する考え方が伝統国とニューワールドでは根本的に違うということなのです。はい、いかがでしたでしょうか。今回はワインのキーワードセパージュを検討してみました。結構味わい深いキーワードでしたよね。ただしここまで聞くとなんとなく生活に根付いて選ばれた伝統国のセパージュの方が応援したくなるような気もしますよね。ニューワールドのセパージュはなんとも商売系があるような気もしますよね。ただしこれは一概にそうでもないですよね。ニューワールドの人たちはどうすれば多くの人に受け入れられるか、どうすればワインが一大産業になるのか、これを最初から考えて実行した経緯があります。もちろん規模が大きくなればワインに携わる人も増えます。彼女らは彼らの生活にも事情がありますから、伝統や文化も一筋縄にはいきません。これは一概にどちらがいいとか悪いとかそういうことではないですよね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。